り過ごう。3年間使ったこの物質も今日でお別れか。ほらちゃんと片付けろよ。下級生に迷惑かけないようにな。おお、うわ懐かしい。これ1年の時のトーナメント表だ。あっ、誰だよこんなとこに片方だけ。みんな大変か。ニューヒーローリーグ。はい。来月アメリカでやるっていう国際大会の日本代表選手を選ぶためのエキシビジョンのリーグ戦だそうです。へえ、つまり代表の選考会みたいなものか。それでサッカー協会から学校に電話があって、その大会に俺たちも参加することになったって監督が。なあ、それって部活引退前の俺たち3年生も参加するのか。ああ、俺たちも参加だ。監督に確かめたから間違いない。本当かよ。じゃあまたみんなでサッカーできるんだな。ああ、後輩には悪いけど俺たち3年生で試合ができるんだ。この前南葛に負けたあの試合で終わりにしたつもりだったけど、またサッカーできるとなるとなんか嬉しいな。キャプテン。ああ、あんまり意外な話だったから驚いちゃってさ。なあみんな、そのニューヒーローリーグ全勝を目指さないか。え、金田が言った通り全国中学生サッカー大会、俺たち負けて終わっただろう。もちろん全力を出してのことだからある程度は満足できたけど、やっぱり最後は完璧に満足して終わるのが理想だよな。リーグってことは総当たり戦なら全勝すればと思ってさ。ああ、それはそうですね。負けて終わりよりは勝って終わりの方がずっといいですね。だからたとえエキシビションだろうと、もう一回みんなで頑張って俺たち富良野のサッカーの思い出を最高の形で締めくくろうと思う。みんなついてきてくれるか。もちろんです、キャプテン。あのキャプテン、みんなで盛り上がってるとこに悪いんだけど、そのリーグ戦俺参加できない。え、実はさ、全国大会が終わったら受験勉強に専念するって母さんと約束してたんだ。そりゃ俺も最高の思い出は作りたいし、代表にも選ばれてみたいけど、やっぱり受験は大事だし、俺も志望校に行くにはもっと勉強しなくちゃいけないんだ。だから俺はうちの牧場を手伝わないとなんだ。人手が足りないらしくて、父さんがうるさくてさ。そんな、これまで一緒にやってきたのに。そうか、そうだよな、みんな事情があるよな。そんなことも考えずにはしゃいですまなかった。いや、いいんですよ。俺たちだって気持ちはみんなと一緒です。勉強しながらみんなのことを応援してます。そのニューヒーローリーグ全勝してくださいよ。お前ら。ああ、任せておけ。みんなの魂は俺たちが預かった。キャプテン。それじゃあみんな、ニューヒーローリーグ全勝に向かって全力で頑張るぞ。ああ、監督からもらってきた、これがニューヒーローリーグの概要だって。よし、みんなで見ようぜ。へえ、
全部で14チームの参加で7チームずつに分かれてのリーグ戦なのか。うちのリーグにはどこの学校が入ってるんだ。南葛、東方、武蔵。おいおい、そんな強豪ばっかりなのかよ。代表選考も兼ねてるから力が近い相手を当ててるんじゃないか。それにしてもこれは厳しいな。どうしました？いや、確かに強い学校ばっかりだ。なのに俺たちのところは山室たちが抜けるだろう。準レギュラーの選手でそこを埋めるだけじゃ戦力が足りないんじゃないかと思ってさ。そっか。そうだ、あいつをチームに入れたらどうだろう。あ、俺も思った。あいつならいいんじゃないか。あいつって？そうか、キャプテンは全国大会の決勝を見るために埼玉に残ってたから見てないんでしたね。俺たちキャプテンより一足先に富良野に帰ってきて下級生の練習を見たんですよ。そうしたらすごい上手い1年生がいてみんなで驚いちゃって。へえ、でもそんな1年生いたっけか。それが7月に転校してきて入部したばっかりのやつなんですよ。ああ、あの1年生か。7月は北海道大会にかかりっきりだったからあんまり練習を見てなかったけど、そんなにうまいのか。ええ、あいつが入るとなんか面白くなりそうな気がするんですよ。そうか、お前らがそこまで言うんならちょっと見てみたいな。じゃあ呼んできます。おーい、キャプテンが呼んでるんだ、一緒に来てくれ。キャプテン、呼んできました。ああ、練習中に呼び出して悪いな。確かまだ挨拶ぐらいしかしたことなかったと思うんだけど、改めて俺がサッカー部キャプテンの松山だ。よろしくな。お前って確かミッドフィルダーだったよな。なんだよ、元気ないぞ。もっと声を出していかないとチームの中で影が薄くなっちまうぞ。それでいきなりで悪いけど、お前の実力が見たいんだ。そのためにこれから紅白戦をやる。お前は俺と同じチームに入ってくれ。さあ、行くぞ。